はい、どうもめちゃそうです。では本日もやっていきましょう。ということで今日は、なんと、車の中からお届けということで、今回から、新シリーズがスタートします。題して、めちゃそうマイカー購入への道ということでですね、本当にこのタイトルで出てるかは分かりませんこの喋ってる、今思いつきでただ喋っただけなので本当にこういう名前になってるかは分かりませんということで、今めちゃそうはですね、車の免許を持っています。免許取ってから 3,4 年ぐらい経ってます。ただ、マイカーを持ってないんですね。実家にある誰でも使っていいよっていう車が1台あるので、それを勝手に使ってて、勝手にではないけど使ってるっていう感じになるので、今これ自分で運転してるんですけど、梅茶その車ではないということですね。免許取ってから 3,4 年間は自分の車持たずに、家族が共同で使ってる車を、運転してるということになります。で、社会人にもなりましたんで、やっぱりお金がね、入ってくるとやっぱり自分の車を持ちたいというね、願望が誰しも持つと思うんですね。ということで、梅茶今絶賛マイカーめっちゃ欲しい病にあってるので、もうなんならシリーズ化しようということで、梅茶がマイカーを持つまでの、道のりと、その後をお届けするという、なんとも自己満すぎるシリーズを、やっていきたいかなっていうふうに思います。まあ実際問題、まだ全然いつマイカーを持てるかっていう、まあ、財政的にもねまだまだ全然ダメなので、今すぐにというわけにはいかないんですが、まあ、ゆくゆくはマイカーを持ちたいということでこの企画発信させております。まあね、この企画をやることによって、まあ、自分のモチベーションにもつながりますんで、まあ、そこは皆さん一緒になって見ていただければなというふうに思います。ちなみに今運転している車なんですけれども、これはワゴン R ですね。何年式かは分かりません。めちゃそう実はですね、こんなマイカーが欲しい、マイカーが欲しいとか言っておきながら、車についてはもう全くもってのド素人、ド素人中のド素人で、走行距離いくらとか、リッター何キロとか言われても全然答えられないぐらいのド素人です。ド素人っていうか、ただ単に知らねえだけっていう話なんだけど。ということで、そんなやつがマイカーを持つまで、一体どれぐらいかかるのか、一体どんな苦労があるのかというところを、ドキュメント、ね、化したいというふうに思っております。でもね、結構ね、なんだろう、新しいものワゴンワールだと思いますよこれ。実はね、運転してるのに今10月17日、今月から、我が家に来た車なんです。私がですね、免許取り立ての頃の、家族兼用の車は、ムーブ、10年前ぐらいの年式のムーブでした。それはね結構乗り回してたんですが、最近になってこの、結構新しめのワゴン R に、父が買い直したということになりますね。でね、これ結構新しい年式の車を運転するのが初めてなもんで、まあ、結構ね、レンタカーとかではプリウスとか、あとなんだボクシーとか運転したことあるんだけど、さすがにね、自分のうちにこの新しい年式の車が来るっていうのは結構ね、テンションが上がって、あ、これは最近の車いいわってなって、それがまあマイカーが欲しいっていう風に繋がったって、まあ前々から車は欲しいなって思ってたんだけど、本格的にね、まさかこんなに欲しいってなるとは思わなくてっていう感じですね。で、気になるその梅茶村どんな車が欲しいのかっていうと、梅茶村ね、大きい車は全然運転できるんです。実は家族に家族兼用の車っていうのは2台ありまして、今運転してるのが K のワゴン R で、もう1台が、普通車のステップワゴンですね。これも10年ぐらい前の年式なのかな、はい、があります。で、それでですね、ちょっと待ってね、確認してるからね、はいはい、で右車線にすりましたと、はい、
で、めちゃそどんな、だったということで、兼用の車はどっちも運転できるということで、ステップアゴンレベルの車だったら、運転できますが、ベルファイアとか、アルファードとか、そのレベルになるとちょっとわからないんですけど、運転したことないので。あとは、なんだっけ、ハイエースとかね、ああいうのはちょっと運転したことないんでわかんないんですけど、ステップアゴンぐらいだったら運転できます。ただ、やっぱりね、ちっちゃい方が好きなんですね、めちゃそは。K の方が好きだということで、欲しい車はズバリですね、ハスラーですね。鈴木のハスラーが欲しいんです。遊べる系ってよく CM でやってるやつね。で、しかも年式も結構新しいやつ、今年出たやつかな、2020年式の、ハスラーが欲しくてですね、もうホームページ、鈴木のホームページとか見ながら、もうなんかね、YouTube とかなんかレビューとかあるじゃないですか、いろいろあれを見ながらニヤニヤしながら、ああ欲しい欲しいとかやってるところなんです。で、まあ何が魅力かって言ったら、あの形だよね、形と色、形がまあそうね、まあ男が運転するにはちょっと可愛すぎるかなっていうのはあるんだけど、でもまあなんていうんだろう、シンプルなデザインで結構なんだろう、コンパクト、 K の中でもかなりコンパクトの方で、かつ色が本当にいろいろあるじゃないですか、ハスラーって。まあ塗料とかいろいろあるとカスタムとかなっちゃうけど、本当にいろいろあるじゃないですか。もうそれが本当にもうウキウキしちゃって、それが結構魅力ですね。最初に言った通り、車に全然詳しくないので、なんて言うんだろう、乗り心地がどうで、まあ乗り心地大事なんだけど、乗り心地がどうだとか、ハンドル の切る感じはどうだとか、あとはリッター何キロとか、 あとなんか細かいところ、なんかこう結構車が好きな人が気にするようなことっていうのは全然念頭になくって、まあせめてなんか最小限荷物が入って、4人友達とワイワイ乗れるって、あとはまあ燃費がいいな、良くないとなっていうところはさすがにあるんですけど、そういうところを考慮して、まあ、総合的に見た結果欲しいなと思ったのがハスラーですね。まあ、皆さんハスラー乗りの人います？特に新しく出た2020年式の新しいハスラー乗ってる人いますかね。乗ってる人で言ったらぜひ教えてください。こういうとこがいいよとか、なんかこういうところがちょっとなんかいまいちだよとか、なんかそういうのをなんか正直な意見をちょっと欲しいんで、教えてください。まあでもそうだよね、今年出たばっかりだから、そう、中古とかでもいいやとかって思いながら調べてても、やっぱりなかなかね、今年出たばっかりだから、その安い中古なんて出回ってなくて、やっぱりまあその2014年式とかちょっと古い世代のハスラーだったら全然あるんだけど、やっぱりね、形的にはやっぱこの最新のやつの方が好きなんで、あと内装とかもレビュー動画とかでちょっと見させてもらったんですけど、まあ、例えばスピードメーターだとか、あとはなんだ、ナビとか、純正のナビはこんな感じだとか見させてもらったんですけど、やっぱそういうの見た感じでもやっぱり、あ、やべえ、かっこいいなって思っちゃうんですよね。かっこいいのと、あとなんか独特なデザインしてますよね、内装が。なんかすごい独特な感じがして、なんかこれはいいなって思ったんですよね。あとね、あ、そうそうそう、こだわりポイント、こんなね、ど素人めちゃそでもね、こだわりポイントがやっぱりあって、まあ、燃費がいいやつの方がいいのは間違いないんですけど、背が高い方がいいんですよ。ね、鼻が高くて、背が低いやつとかすごい苦手で、まあ、運転したことあるんですけど、仕事でね、社用車で運転するようなことがあったんですけど、結構ね、そういう車多くて、ちょっと苦手だったんで、やっぱり背が高いっていうのが、やっぱり、いいなっていうのはやっぱりこれで譲れないですね。で今運転してるワゴン R も別に背低いわけでもないし、むしろね、背高い方で、まあ、窓も大きくてね、いいと思うんですよ。でハスラーも結構あれ背高いじゃないですか。別にね、窓はちょっとちっちゃめかもしれないけど、まあ、窓の大きさはそこまで気にしてないかな。まあ、見晴らせないに越したことはないんだけど、なんか そこまで気にし
してないかなって感じなんですよね、という感じでハスラーが欲しいんですで、これちょっと別の動画の話と接する、想像するんですけど、結構ね持病のせいで、これローンの話なんですけど、持病のせいで結構職場を転々とするっていうところで、ローンが通らない確率が非常に高いんですよ。ちょこちょこ短い年数で移動しちゃったりする、転職しちゃったりすると、そのローンが通らないっていうのを聞いて、ああそれはやばいなと思って、でじゃあハスラー一体一括で買ったらいくらぐらいなんだろうって、まあ多く見越して180万ぐらいかなっていう、まあもろもろ含めてだいたい180万かなっていうのが、まあ個人的な見込みなんです。まあそれはね、いろいろまたいろいろ追加したら200万とかいっちゃうかもしれないから、まあだいたい180万から200万だなっていうふうに思ってるんですけど、なんで多分買うなら一括なんです。まあローンの審査挑戦してみてもいいんだけど、まあ多分通らないから、多分一括になるので、だからその180万200万を一括で払えるぐらいの財力を持たないとっていうところがあるんです。まあ詳しい今のメジャーさんの財産とか今言えないですけど、まあ100万以下ではあるので、まずそこの時点でもう全然満たせないっていうところなんですよ。困ったことにね、そういう問題が出てくるので、であと新車がいいのか中古がいいのかっていうところは、正直なところ年式が新しいから今のところは中古が出回らないっていうことを考慮すると、もうなんだろう、新車でいいかなっていうのは正直なところなんですけど、もう中古だろうが新車だろうがあんまり値段も変わらないし、それだったらなんか新車ちょっとまあ納車とか時間かかるかもしれないけど、それでも新車の方がいいかなっていうふうに思います。まあ長く乗ろう、次買う車、次買うっていうか、ね、初めて買う車は長く乗ろうと思ってるんで、そんなにねこうすぐにね買い替えるなんていう感じではないから、まあ、長く乗るってことを考えたら中古より新車の方が、まあ中古でもねちゃんとしたやつはさ全然長く乗れるんだけど、まあ個人的には年式も新しいし、なんか中途半端に中古なんだったら、ね、新車で買った方がいいかなっていうふうに思ってるところなんですよ、ね。まあ、まずは財力をつけないといけないっていうところで、これが一番の肝になるかな。はい、ということで高速の入り口がそろそろかな。はい、なんでハスラーね、まあ、賛否両論ありますけどね、言えてね賛否両論ありますけど、俺は好きなんで、まあ試乗もしてないし、その辺はなんかなんだろう、まだなんだろう、これにするっていう根拠もないんだけど、なんだろう、外見とそのなんだろう、乗りやすそうな面とか、あとはコンパクトなところを見るとやっぱりねハスラーいいなって思っちゃうんだよね。皆さんどんな車乗られてます？なんかそういうのあったらぜひコメントください。もしかしたらね新しい発見があるかもしれないんで、まあだからね、なんて言うんだろう、 あまり知識がないから、どうしても偏っちゃうんですよね。なんかこういうのを、ちゃんと調べておいた方がいいよとかっていうのもあると教えていただけると非常に助かります。まあ、友達、まあ、まだ若いから、同年代といっても若いから、そのね、マイカーを持ってる人が必ずしもいるとは思って限らないし、三茶祖も柳茶祖も前茶祖も2人の免許は持ってるんだけど、やっぱり自分の車は持ってないんで、これその辺はなんだろう、なんか買った人にのみぞ知るなんか苦労とかが、ね、あればね、ぜひ知りたいもんですよ。
第一関門は財力、本当これに限りますね。メジャーズ今個人事業開業に向けて準備を進めてるところなんで、今一番財力がないんですよ。会社辞めちゃって今なんだ開業への準備進めてるっていうところで、一番そのバイトもやってないし、一番財力がないので、そこのところはねちょっと申し訳ないんですけど、お金を貯めないとっていうところなんですよね。やっぱりね、その一人暮らしを始めたのが今年の5月ぐらいなんですけど、やっぱり実家に行かないと車がないっていうのが結構ねネックで、結構車好きだからどこへ行こうにも車を使う人なんですけど、電車でもいいんだけど、電車好きだから電車でもいいんだけど、なんて言うんだろう、やっぱり機能性にはやっぱり車が優れてるから、やっぱり車の方がいいってなると、実家に行ってからやっと車が運転できるんで、まあ、実家から今の一人暮らししてるうちって、まあ、多く見積もっても1時間電車で1時間ぐらいなんですけど、それぐらいだったらいいじゃんって思うかもしれないですけど、結構ねこれがね面倒くさくて、じゃあ同じ距離を車で行ったら、今高速乗ってますけど、高速で行ったら多分ね 3,40 分で着けるぐらいの距離なんです。だからやっぱり車あるといいなってなるんで、やっぱりそういう意味でも早くマイカー持ちたいなっていうのはあるんですよ。ということで、なんだろうな、まあ次のステップとしては、まずは、事業を開業させて、安定した収入を得ること、まずこれが第一ステップですね。これがクリアできないとお話にならないんでね、やっぱり。はい、まあ長々と喋ってもしょうがないんで、まあ、この辺にしますが、まあ、こんな感じで、まあ、梅茶ソマイカー購入への道みたいな名前でつけると思うんで、まあね、ぜひともね、梅茶ソマイカーを、念願のマイカーを持った時には、皆さんでね、盛り上がっていきたいなというふうに思いますんで、まあ、マイカー持ったらね、もっといろんな企画もできると思いますから、自分の車を持ったことによって、こう車を使った企画っていうのがいろいろできると思いますから、そういう意味では、もうちょっとね、このチャンネルが発展するっていうところで楽しみなところであるので、ぜひ、楽しみにしていただければなっていうふうに思います。ではですね、まあね、なんて言うんだろう、真っ白な画面に向かって喋ってもしょうがないから車運転してるようなもんで、まあ、用事があったから今車運転してるけど、まあね、車の話だったら車運転しながらの上がっていうところで車運転してますが、すっげえ中途半端なところなんですけど、まあじゃあ今回の動画はこの辺にしたいと思います。ぜひぜひね、車の話してくださるという方がいれば、ぜひともねコメント欄の方にご記載いただければと思います。ではこの辺で失礼したいと思います。梅茶ソのドラゴンクエスト8、デジタル GO、梅茶ソのドラクエソードウィースポーツ、柳茶ソの5分ドライブ、などなど、あと3人実況ですね、などいろいろあります。ぜひぜひ、うちのチャンネルに遊びに来ていただきまして、よければ、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。